さあということで茶さん、はい、全て8人揃いましたベスト8です。はい、それぞれ乗りに乗った8人が戦ってまいりました。勝ち上がりましたけどね、はい、まあ、無難に立ち上がってきたね。うん、それぞれまあいい感じで立ち上がってきたと思います。ただね、はい、恐ろしいのは誰、恐ろしいのは誰、誰今、今恐ろしいのは誰って聞いたかと思いましたけどもねベスト8の一組目、三木隆二対手塚剛です。これも手塚ノリノリだからね、はい、でもミキはね、ミキはね、去年のチャンピオンマシン、ね、あの1号に乗るとミキの走り冴えますね、生き生きしてるね。ただ手塚も今回ノリには乗ってますからね、まだまだそのつける隙はあるんじゃないかと。三木隆二もちょっとでもミスしようもんなら手塚剛の逆転勝ちだって十分にあるというところはあります。さあベスト8一組目、ベスト4進出をかけてまずは三木隆二、その後ろから手塚剛が入って、危ない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 、あーこれは戻った、戻した、非常に危ない、両者の戦いは接触寸前というところで、これはまだ三木隆二が1本目を持ってった。しかしちょっと戻りましたね手塚が、このアンダーはでかい、はい、はい、ちょうど審査員席前で完璧にアンダー状態でまっすぐになっちゃった、はい、これはもう得点としましては相当に響くということ でアンダー出してる時間が長かった、はい、長かった。さあ入れ替えということになります。この2本目で決まるかどうか、今度は手塚の前、後ろから三木隆二が入ってきた、狙っている、三木隆二が狙っている、危ない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 よ、今まっすぐに戻りそうな状態をなんとかコントロールしちゃった。さあ今度は2コーナーの時間だった、これ今の場合は大きな差にはならないんじゃないですかね。2本目は、はい、2本目は渋六で手塚、はい、ですよね。逆にね、立ち上がりなんて角度なんか何もついてませんでしたよ。ただアンダーまではいかないんで、そうそうそう、アンダーじゃなくてまっすぐだった、まっすぐだった、うん、しかし1本目の大きな大きなアドバンテージがありました。セミファイナルベスト4進出、三木隆二。さあいよいよ今年のチャンピオンが近い男、風間義行がイギリス1位の誰を抑えることができるのか、ね、さっきのミキみたいにとにかく抜かなきゃいけないなんて思わない方がいいでしょうね。ある意味ね、ノーズを入れるだけで渋六に持ち込めばいいの、ね、そう、どこ近づけて自分のドリフトをして近づければいいだけなんですよね。抜く必要ないから、はい、そこまで変な風に考えちゃうとダメなんだ、やばいですよねこれね。16ターボ230馬力風間義行400馬力さあくっついてきた、おー危ない、しかしあーインガー抑えてる、インガー抑えた状態、誰かインガー抑えちゃった、ちょっとインカットしましたね、さすがにね。風間義行もそこは様子を見ている、そしてここで追いついたというところ、これはまた大きな差にはなりませんが、やはり渋六くらいですか、あの飛び込み、うん、飛び込みでインに入った、はい、で角度もあった、はい、渋六で風間、風間康幸、誰の実力は恐ろしいよ、はい、風間に対して渋六で持ち込んだんだから、ですよね、うん、ある意味この誰っていうのはものすごい、これ追走だってそんな経験があるわけじゃないでしょ、うん、これかなりレベル高い誰は、はい、来た、風間康幸が前、そしてその後ろから誰の86ターボが追いかける、この2本目に入った、振り出し風間、角度は風間、その後ろからダレンが入っていく、ダレンが入っていく、それでもダレンがついていく、さあどうだ、ここで入れない、ここでは若干入れないか、さあどうだ、いや並んでいく、それでも並んでいく、いやいや驚いた、これは素晴らしい走りです。これは千田さん、1本目は64で風間、2本目は、2本目5分、5分、よろしいんですね、はい、決まりました、僅差です、ベスト4進出、風間康幸。驚きましたよこのダレン、うん、これ D1 グランプリにいきなり、はい、出てきても出てきても通用しちゃう、いけますよね。風間に対して渋六に持ち込んで2本目5分、はい、これはねレベル高い。さあそして3組目が入ってきました、ベスト16、1回戦サドンデスに持ち込んで田中和弘を破って勝ち上がりました熊久保信重と、そしてイギリスジュリアン・スミスを破って勝ってきた今村洋一、この両者の対決ということになります。さあこの勝負はこれは五分だな、これはいい形、五分、これは五分の勝負するね、うん、もう両者ともにこれも本当にどっちが勝ってもおかしくない、おかしくない、これはおかしくない、実力を持ってる二人ですからね。後ろからオレンジのインプレッサー熊久保信重が追いかけるという状態で、見たぞ見たで来るか、さあ今村が振ってそっと同時に振ってきた、そして熊久保が、熊久保がどんだけ食い込むか、どんだけ食い込むか、熊久保が入ってった、ドリフトはしている、熊久保が入っている、これはロックオン状態だ、これは入った、ドリフトロックオン、渋六熊、
これは C ブロック取りました。クマクボ、これはドリフトした状態でよくあそこまで入っていきましたね。 FD に対してこれは大したもんだよクマ、はい、インサスインサスって狙ってって角度がないんじゃダメなんですよね。ところがちゃんと角度をつけながらですか、今のアドバンテージを取ったということになりました、うん、さあベスト4進出、これで決定するかどうか。入ってきた、まずはクマクボ、これまた同時に打ってきた。この後どこまで食い込めるかどうか、クマクボ。そして今村、ああ入れないか、入れない、ああ入れない、ちょっとまっすぐだ、抜いた。立ち上がりですからね今のはね、五分ですね、五分。あのね、はい、クマの有効ポイントは1本目の2コーナーの入り口で詰めた、はい、そうですよね、陽一は今詰めきれなかった、ね、立ち上がりだったんですよね今ね。決定ですね、決定、ベスト4進出、クマクボのぶしげ。さあベスト4進出、いよいよあとその1人です。はい、川端雅人か野村健か、これも優勝決定戦だね、うん、これも優勝決定戦。今回のシルバーストーンの走りをずっと見てきた感じで言うと、優勝決定戦に匹敵するような対戦する、ね、この2台が全開で派遣出してきたら真っ白になりますよ。何にも見えないね、何にも見えないですよ。さあ1本目スタートしていきました、川端雅人、その後ろから野村健だ。ぴったりくっついた状態で角度は野村、角度は野村健。さあそして川端雅人、逃げる川端、それを そして2コーナーで川端、うん、川端、うん、進入64だったんだけど、はい、川端が2コーナーでひっくり返して64にしたから、64で5分。さあスタートしていく、ベスト5進出をかけて、まずは野村健、そしてその後ろから川端健だ、野村健、またものすごい時から飛ばしてきた野村健だ。さあしかしこっから詰め寄るのが川端雅人だ。さあ入ってきた川端、川端雅人が入ってきた、完璧に入ってきたが、さあどうだ、立ち上がりサイドロック根性剤。しかし勝負としてはもう一本じゃないですか、もう一本見たいか。何ですかいきなり突然。おい、非常に僅差ということでサドンデス突入。わずかに野向けなんだけど、はいはい、これはギャラリーには分からない差だから、分からない、そうやっぱり分かりやすくイギリスの人にこれを出すためには今のままではダメだぞ、ダメ、これはサドンデスをやってとことん勝負をして勝負を決めると。まだ来た、川端の左側の空からビタビタ来た野村健だ。さあ川端と野村健、もう少し角度、このシートに行ってしまえ、両者が同じような形、そして木村は川端が走る、2コーナーでどうだ、川端が行った、そしてその横に野村健、ちょっと離されるんだな、離されるんだけど、2コーナーのグランドスタンドのところでの角度は野村健がついてるんだよ、ついてはいる、うん、ほんの少し髪の毛1本野村健有利、 5.1 対 4.9 ぐらいですね、そうアドバンテージ、うん、さあスタートしていきました、サドンデスの2本目ということになります。あ野村健、さあ角度は野村健です、1コーナーの飛び込みは野村健です。さあそしてその後2コーナーに対してどう入っていくのかどうか、野村健に対して川端が詰める、入りきれない、しかしサイド入りきれないか、 これは5分、ってことは1本目で決められますね、決まり、決定いたしました。ベスト進出、野村健、これ名勝負ですよ、これはね僅差、うん、僅差、本当に僅差、川端よく頑張った。